15A 艦隊解剖艦ミナギ出撃。どうも、小林です。今回は5月のイヤリ任務、ウクル型解剖艦静かな海を防衛せよの攻略をやっていきたいと思います。この任務はウクル型を機関、今だとウクルまたはイナギですね、プラス随伴艦に解剖艦1から3隻のみ編成して1の1を3回 S 勝利、1の2、1の5を各2回 A 勝利で達成です。とにかく解剖艦4隻までのみでやらなくてはいけない任務です。では早速1の1からなんですけれども、編成は解剖艦2隻で、ここボスマスへは編成数が少ないほど到達率が高いです。なので解剖艦2隻だと到達率が 75%、 ただし S 勝利が求められるので、敵4隻編成ができた場合に攻撃1回でも打ち漏らしすると S 勝利逃すので、安定を考えるなら解剖艦3隻でやりましょう。その場合は到達率 70% ですね。そこまで変わらないから誤差かなと思います。また並行可能な任務として、2月のイヤリ任務解剖艦海を守るとか、ちょうど今来てる期間限定任務の盛況解剖艦緊急近海防衛とか、この辺が解剖艦3隻で同時消化可能なので、急がないのであれば期間限定ウィークリー任務で毎週1回ずつ消化していくとかでもいいかもしれません。1の2、編成が解剖艦4隻ですね。解剖艦過不足なく4隻にすることで、スタートからボスマス方向固定可能です。ただし、道中最短化はランダムですね。ボスマスより 65% です。解剖艦でも主砲2本積んでおけば、十分勝てるかなと思います。ここは A 勝利なので、昼でも十分 A 勝利取れるかと思います。並行可能な任務は1の1と同じ2つあります。そして1の5ですね。ここも編成が解剖艦4隻と。解剖艦4隻だと内側の最短ルートになりますね。自分の場合は機関のキラ付け兼ねて、随伴艦は未改装解剖艦とか、ソナー、爆雷2種のみ装備の解剖艦にしています。ここの並行可能任務は、さっきの2つの他にも、マンスリー任務の海上護衛強化月間、魚谷の白地周辺海域の安全確保を徹底せよとか、あと期間限定のウィークリーの対戦相当任務もありますね。同時消化できるのであれば一緒にやる程度でこっちでもいいかと思います。1の5が結構同時消化できるのが多めですね。では最後に任務達成報酬です。選択報酬1つ目がこれは課金アイテムになる特殊核職人を選択がいいかと思いますが、お好みのものでいいと思いますね。年一特殊核職人もらえる任務と考えれば美味しいです。選択報酬2つ目が E 型砲3個ありますけども、開発可能になったので回収資材か開発資材、お好みのものを選択で大丈夫かと思います。いや、1の1が本当にこう鬼門でしたね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よろしく。